地跡を含む。地石本項目の英語版では、以下のように説明されている。日本の国土調査法第1条には次のように述べられている。この場合の地籍は、土地の登記情報及び、土地の位置、形状、面積、筆替えなど地図に関する情報を指していると思われるが、登記情報の根拠となるものが、地図情報であるから、この場合の地籍は、登記情報と、ほぼ同義である。 我が国において、地籍といえば、この意味で使われることが多い。また、土地の登記とは、平たく言うと、登記簿または大帳に所在、地盤、地目、地籍、所有者などの事項を記入することである。不動産登記法は、としているが、日本で歴史的に見れば、登記の目的は、高素の徴収であることは、疑いの余地がないところであり、現在においてもこれを主目的とするところから、 脱却してはいない。すなわち、不動産の表示に関する制度としての、陶器は、国民の権利を守るための最小限の制度であって、これから述べる知石とは性質をことにするものである。日本史において、知石という言葉自体は、日本初期にまで遡って見ることができる。大化の改新が行われ、反伝収ンの方が定められた頃である。 これはやはり酵素の徴収を目的としたものであって、今でいう陶器と何だ違いはない。鎌倉から江戸時代にかけては、課税地の調査として検知が行われた。これは土地の位置、形状、面積などを調査するのが目的ではなく、収穫口から年貢量を決めるのが目的であった。陶器とは違う意味で地積という言葉が使われ、始めたのは明治7年の地積編成事業であろう。 地籍編成事業の目的は、民有地のみならず、官有地も調査して地図を作ることにあったが、地素改正事業とも重なったため、地素改正により作成された改装地引き絵図をもとに作成したようである。この時、課税地である民有地のみを調査することとは明らかに違った意味で、地籍という言葉を使ったものと思われる。地籍という言葉が、はっきりとした形で現れたのは、 明治21年、松方正義が寄贈した、地籍条例案であろう。地籍は、土地の面積を正し、その所有者を明らかにし、地層を付加する基礎。この場合の地籍は、土地登記情報及びそれ以前の土地台帳など、またそれに付随する、図面類などを含め土地の遠隔に関する情報を、総じて示していると思われる。国際測量者連盟は地石について、 カダスター2014として以下のように提唱している。地石2014は土地に関するすべての法律的状況を表す。それは一般的な権利や規制を含むものである。地図と地石簿の分離は廃止される。台帳的な地図はなくなるだろう。これからはモデリング地図の時代だ。紙と鉛筆による地石はなくなるだろう。地石2014は 高度に民営化されるだろう。公的機関と私的機関は密に連携するだろう。地籍2014は費用を回収するであろう。以上のことから、地籍とは正確な地図を作成することはもとより、官民問わずすべての土地を網羅し、かつその使用目的は多種多ようであるため、その利活用も十分に考慮された情報と言える。さらに単純には正確な地図に、 リンクされた、陶器を含む土地に関するデジタルデータということになるが、これは GIS を念頭に置いていることは言うまでもない。我が国では、陶器と合わせて地図の維持管理は法務局が行っているが、地図の維持管理はすなわち、土地の境界に関する一元的な情報管理、または境界の制度の維持管理にも関わり、地図及び境界に関しては、 より高度なシステムが要求されることになろう。上記カダスター2014を踏まえ、基本的課題として以下の点が挙げられる。所有者もしくは管理者がわからない、用途がわからない土地を廃すること。すべての土地に地盤を付すこと。すべての土地に測量図を備え、土地の正確な形状と急積式が明らかにされ、筆回転を高精度に復元できるようにすること。 すべての土地を一覧性、連続性のある図面に作図すること。過去のものを含め、土地に関する図面、台帳、菩薩などのすべての情報が公開され、容易に入手できること。なお、地積図については、日本では国土調査法の地積調査による地積図や、それ以前の明治期の地素改正事業等で作られた地図のことを示すことがあるが、ここで述べる地積とは意味合いが異なる。 また、現在行われている国土調査法による、地籍調査についても上で述べた通りである。サメ島信之著、審判日本の地籍古今書院、2011年。ISBN47 億7224万1450、土地台調からことばんく、フィグリソーシズカダスター2014、地籍図からことばんく。ありがとうございます。